皆さんこんにちは、八木橋明則です。こんにちは、大堀貴子です。はい、さあ、ね、前回ちょっとのパターのレッスン2人でやってきましたけども、はい、うん、前回はまあショートパットのアライメントをちゃんと向けてるか向けてないかとか、はい、あの再現性の高い向き方をしてるかどうかっていうところをちょっと言ってきたんですけども、はい、今回はちょっとね、ストローク、あ、実際打ち方に問題があるタイプ、自分タイプ、うん、僕タイプです、はい、打ち方がおかしかったりとか打ち方に問題があるタイプに対してのまあレッスンとかを、はい、まあ、ちょっと参考になればなと思うので、はい、できないと思います、はいはい、今回も練習器具を使ってみようかなと思います、うんうん、こちらジャンと、何これ、こうパッティングテンプレートっていうこの練習器具なんですけど、これ売ってるんですか？売ってます、売ってます。このビズヨっていうブランドのやつで、まあ普通に日本でも買えます、うん、エンジョイゴルフさんにもこれ売ってますんで、うんうん、あのぜひあの概要欄に貼っとくんで、エンジョイゴルフさんのオンラインサイトでもこれ買えます。はい、はい、よくね、ごめんなさい、うん、さっきのもピッ光るやつも同じ、そうビズヨっていうところ出てるブランドなんですけど、これパッティングの練習器具メーカーです、このビズヨって。海外の、あ、そうなんですね、はい、これ見たことある人いるかな、結構ね、プロゴルファープロとか最近結構こういうねマットを置いてやってグリーン上でます、練習グリーン上で、グリーン上で、そうで、これって何が、いいかっていうと、まあ、今までのパッドの練習器具ってまっすぐまっすぐを放出させるような練習器具ってあったじゃないですか、はい、例えばラインっていうか紐だよね、紐ピーってやってるのもあれもまっすぐまっすぐのイメージだったりとか多かったんですよ、うん、でこれは何が違うかっていうと、これ見ていただくと分かるんですけども、分かります、こうまっすぐじゃないの分かります、この曲線が若干出てるのが、うん、こうラインで出てる、はい、でこれこのラインが何かっていうと、このヘッドのフェース面の動きがこのラインになってます。いっぱいラインあるじゃないですか。これが、どうなってるかっていうと、真ん中がスタートでいくと、これ必ずフェース面とかって右に上げるときは開いて、フォローするときは閉じるっていう状態になってるんです。イントゥイン、はい、イントゥイン、そう、うん、なのでパターっていうのは基本的にはまっすぐのストレート軌道ではない、はい、厳密に言うと、厳密に言うと、厳密に言うと、そう、でもちろんあのまっすぐこの来角とかに結構依存するんですよ、このそのストロークって、自分が構えてるこの来角とか、来角が例えばもう完全にまっすぐだったらですよ、このクラブは本当にこう、うん、完全にまっすぐだったらこうストレートっていうのはあるんですよ、うんうん、こう振り子なんで、うんうんうん、振り子っていう観点からするとこれがこうなればなるほどこうじゃないですか、はい、まっすぐまっすぐになるんですけど、実際こうゴルフクラブには来角があるので、うん、来角の通りに行くとゴルフクラブっていうのはこういう動きをするんです、うん、そうすると、まあ、いわゆるフェース面っていうのはまっすぐではないんですね、常に、うんうん、限りなくまっすぐに近いけどまっすぐではない、厳密的にはこう限りなく開閉は必ずされているようになっているってことです、はい、でもちろんこのパターってあの要は入ればどうだっていいわけです、うん、どうだっていいので別に決まりはないんですけども、まあ、僕みたいにちょっとこう上げ方だったりとかにこう癖だったりとか打ち方に癖があるタイプっていうのは、意外とこういうイントゥインのイメージをしっかり持ってあげることによってストロークがすごい滑らかになったりとかするパターンもあるので、はい、これちょっと一回やってみたいなと思います、はい、でこれあのいっぱいこう番号があって1から5番まで出てるんですけど、これね番号は真ん中の3番なんですけど、一番中間のやつにしました。オーソドックス？まあ、オーソドックスっていうよりは、まあ、こういう円の角度が、まあ、真ん中のやつです、うん、1番っていうのがもう本当限りなくストレートに近い、なんだ、うん、そうで2番3番もうちょっとこうあるかな、5番になってくると結構こういう動きが強いタイプ、そうなので使ってるクラブの特性とかによってもこうどう動くとかっていうのが変わってきますね、はい、来角とかにも、うんうん、そうなんで、はい、なんでこれはまあ3番、はい、試しに今日3番です、はいはい、でこれはまああくまでもこうさっきのようにこうまっすぐをちゃんと見つけてあげることところから始めます。打ち出したいところ、まっすぐ構えてからってことですね。そうです、なんで打ち出したいところにストレートなんで、例えばこれがフックラインだとしたら、まあこのぐらいですね、カップミーカップいっぱいで狙いをこう定めてマットを引いたりします、はいはいはい、なるほど、そう、はい、まあこれあのまっすぐだったらこうですね、はい、ストレートラインだったらこの通りにマットを引いて、うんうんうん、まあ、これは一応こうまっすぐっていう手でいきますと、はい、まあ、こう本当はこうやってね、こう線がまっすぐあるんでこうぴったりこうレーザーに合わせてこうやって置いてあげると
まあ、比較的まっすぐに行きます。でまあコース上とかだとここに、まあ、穴ぼこいっぱい開いてるんで、ここに T とか刺して固定したりとかするんです。なるほど、なるほど、動かないようにね。そうで、これしかも面白いのがここ0123ってこうあるじゃないですか。ここにも置けるんですよ T。 だからどこまで振り幅を揃えることができるんです。はいはい、そうですね。そう6と6とか、そうです、そうです、7と6とか、はい、好きにできるんですね。好きにできる。え、これで、この斜めの方に振ってみればいいんですか。そう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 、はい、まあ、なぞる必要は本来ないんだけど、まあ一回このイメージ的にこうやってみてください。残像が残るような感じがあると思うので、はい。普段自分がどういう風にスロープしてるかってあんまり気にしたことないんですけど、うん、パター上手い人ってそうなんですよ。どこに上げるとか、どこにこう、あんま気にしたことない。そうなんですよ、パター上手い人はみんなそうなんです。パター下手な人ほどどこに上げるとかどういう風に振るとか気にしてるパターンが多いですね。先輩上手いじゃないですか。そうなんです、実は私パター割と上手いです。この人本当にバンバン入るからもう嫌になるんで、ね、見てても。この間余談ですけどね、ティーチングプロ選手権ってあるんですよ。この年に1回ね、そう試合があるんですよ、僕らティーチングプロの。まさかのまさかのですよ、まさかの同組って。本当本当まさかの同組でね、はい、もう何面白かったよね。そう100人ぐらい出てるのかな、何十人だろう、7、80人も出てるよね。いや出てます、40ね、結構組数あったから。予選なんですけど、なのに同組っていうまさかの受けたよね。そうで普通に試合やってきたんですけど、まあ僕恥ずかしながらこう3オーバーかぐらいだったんですけど、もうね先輩めちゃくちゃやっぱうまいしパター入るから、あの時イーブンぐらい、私ワンオーバーです。ワンオーバー、はい、オーバーです。もうでもショット、まあ、曲がったりはしないんですけど、もうショットがすごいこう止まり始めて、ああもうビックビックしながら全部寄せワンでしのいできたっていうパターンなんですけど、完全に余談だ、余談ですけど、すいません余談ですでパターがむちゃくちゃうまかった、やっぱりね。そうだから考えてないんですよ。そうでもこの3番のラインは正直心地悪くないです。悪くない、結構イン、はい、トゥインなのかもしれない、無意識ですけ ど, ど, どやっぱりこのアークっていうのは人によって全然変わってきます、はい、そうこれ特になんですけど、最近私、うん、ピンに変えたんですね、うん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 、それから結構入り出したんですけど、うんうんうん、わそれがあるのかな、なんかこういう風にちょっとイントゥインに振るときにちょっとピンだと気持ち悪かったんですよね、うんうんうん、ストローク的に、うん、でもなんかあのマレットだと、マレットだとね、今のストローク、はい、これはこの今3番のちょっとイントゥインのイメージなんですけど、うん、これ普通なんですけど、これのストロークだとちょっとピンパターが入り出したんで、そのままピンを使ってるだけなんですけど、そうなんです。でこれがやっぱりこう調子悪くなったプロとかでも多いのが、やっぱりこうまっすぐ出したがっちゃくると本当にこれが今の感じじゃなくて、いわゆる構えてもんですか、フォローするときにこのまっすぐ出したい人ってこういうアクションになるんで、ああ、そうですね、そうこうだとなんかちょっとこうこのラインからはずれるんですよ。ちゃんとボールを捕まえてる人ってここに来るんですよ。だからこの自分の目でこのクラブのヘッドをこう持って可視化できるようになってくるんで、あ意外とこう出してるなっていうのがこれでなんとなくこう調整ついてくる感じになります。なんかもともとパッティングってまっすぐまっすぐ振るものだと思ってるから、はい、やっぱ選びがちなんですよ、マレットっぽいのをまっすぐ動いた方がいいんじゃないかっていうことですね、はいはいはい、だからずっともう何十年もマレット使ってて、はいはい、私にはピンパターは合わないと、合わないと、はい、勝手に想像、勝手に思ってた、思ってた、はいはい、けど実際もしかしたらこっちにして、はい、今のストロークに合ったのかなっていうのもあるし、うん、かもしれない。そうなので、まあ、結構こう津田会場とかでも見ててもこういうあのマットを置きながらやってる、プロゴルファーむちゃくちゃ多いので、うん、あのアマチュアの方もなかなかパター練習する機会、アマチュアの人そんなにない方が多いと思うんですよ、ね、パターって何していいか分かんないし、う、ね、どういう練習していいかね、そうただ、うん、お家でマットでパン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 打ってるだけっていう練習がほとんどだと思って、うんうん、飽きちゃいますよ。そうでこれもまあまあ飽きるんですけど、結構これも本当正直なぞってるだけでもめちゃくちゃいい、いや全然イメージ変わる感じなんで、結構ねこれ、最近ここ数年ぐらいで出てきたやつなんですけど、すごい。いや違う、違う案件でも案件でも何でもないです。買ったっす、買ってますけど、ものすごいいい練習だし、結構ツアープロとかもみんなこれがっつり使って練習するんで、
もう一個なんかさ、このウェルパッドっていうやつで、これがこう本当のパターの模様になってるようなやつもある。これはこう線のやつだけどね。あのパターの練習器具を紹介するのも今後いいかもしれないですね。あ、そうですね、うん、いいのいっぱいあるから、結構俺結構持ってるからね。そうそうそう、練習器具、そうだから皆さんが購入できる範囲で、 その手に入る範囲で、うん、プロこんなのやってるんだよ、意外とやっぱり練習してる風景が一番見えないんじゃない。そうね、そうかもしれない。風景というかこんなことやってますみたいなのはショップは結構多いけど、意外とさっきのアライメントのチェックとかもプロ定期的にやる人もいるし、うんうんうん、こういったマット使うパターンもあるし、あとはまあ今日紹介してないけど、まあ、出玉のコントロールだったりとかゲートを通す練習とかよくやったりとか。結構あるんですね。あります。なのでまたこれはね、やりたい、次回以降もまたこういうのをやっていきたいなと思いますんで、はい、という感じで、今回は、このパッティングプレートじゃなくて、パッティングテンプレートだ、はい、パッティングテンプレート、これね、はい、これを紹介したという、まあ、ただ単にいいですよっていう本当のおすすめ動画です本当にいいものね、はい、全然案件とかじゃないんで、はい、普通に案件とかない、ないない、ね、全くないから案件、まあ、全然あのお待ちしてるんでお待ちしてる、はい、逆にね逆にね、逆にくださいみたいな、はい、はいはい、という感じなんで今日はここまでで、はい、皆さんぜひまた見てください。さよなら。